皇帝に選ばれた存在。それは、皇帝のカリスマ。そういうのが弱体化した時点で、その特権性を失う。これは、カルロス・ゴーン氏が作らせた車です。現在、それへの。それでも、皇帝への信仰、それ、が残る限りは、それが彼らの後ろを支えていた、そういうのはあるのかも。そこ、押せば、潰れるのはその存在。そしてその瞬間、犠牲者を出した。結果は、何かの状況を反転させる。見えない向こうにいる人質。その意味で、オーガさん、それは今も、非常にうまく、止めて入る。しかし、同時に集まる情報そこには、違う悪夢も、同じくある。皇帝が権力を失う、それを足場にしていた思想、もその土台が揺らぎ始める、時。中華思想に支配された、あるいは世界的企業は果たして今後、どうなるのか。NHK さえ今も何かの怪しさ。